はい、どうも。は、鉄です。今日はですね、エキサイトショップでやられてたファンコポップのフィギュアを紹介したいと思います。短い動画ですが、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。はい、まずはじめにですね、値段を確認していきたいと思います。確か Amazon で見たときは3000円くらいでしたね。でも、このファンコポップのフィギュアをエセクショップで買ったときは、ここに書いてある通り、864円でした。結構お得じゃないですか？それでは早速見ていきたいと思います。はい、ではね、開けていこうと思います。下から開けたいと思います。楽しみです。お、すごっ。出しました。こんな感じで固定されています。ちょっと出してみたいと思います。お、すごい。結構でかいですね。多分。こういう、黄色の色が好きなんですね、僕。髪の毛はちょっと緑色ですね。すごいちょっといかつい顔しています。そしてすごい筋肉のムキムキです。かっこいいですね。なんかもう最近見たんですけど、 TikTok でなんか頭の中を切ると中身からなんかおもちゃが出てくるって動画をよく見たんですけど、多分あれ、ボツですよね、どう考えても。こっち行ったら出てくるのかな？いや、多分出てこないですね。あと、もったいないですし、やめておきましょう。こんな感じです。はい。今日はここまでにしたいと思います。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは、さようなら。